っしゃい。大将、つゆってる？ハッピーバースデー、つゆってる？ルルルル。北海道につゆはないっしょ。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。タラッタッタララタタラッタタララタタラタタタラタラタタタ。ちょっと意味がわかんないですけど、これルルルルルって何の歌なの？あ、なるほどね。もうわかりづらいな、僕の頭が悪いのかな。中谷雄心です。第62回目が始まりました。大阪府松原市出身、世界で活躍できるシンガーソングライターを目指し、歌作りに精を出し、息抜きにテニスをポーンとやるっしょということで、梅雨入りって別にいつとか決まってないですよね。その時によってまあぼちぼち梅雨に入るんじゃないかなという季節でございます。今日もね、収録ではありますけれども、空もちょっと曇っていますけれども、僕前々からちょっと話したいことがありまして、まあラジオじゃないですか。もうこれはテレビじゃないんで、ちょっとラジオでこうテレビに出てるその曲とか関係なしに聞きたいんですけど、全部のこのテレビ局の中から一番好きなアナウンサーって言ったら誰ですか、ピトシさん？何人かアナウンサーじゃなくていいの？キャスターでもいい？局のアナウンサー？あ、そのフリーでもいいですよ。夏目みく。あー、大阪府出身ね。あー、それ一番ダントツ。僕はね、皆川アナって知ってますか？ TBS のシングシングシングのライブを結構担当してくださる、 N スタとか多分出てると思います。ものすごい可愛くてもうそれがね、もうしかも裏でも超いい人で、ナンバーワンは皆川アナですね、僕の中ではね。まあこれ言いたかっただけなんですけれども今日はピトシさん、夏目みくさん、僕は皆川アナ、ということでやっていきましょう。さあ今回はツイッターなどでもちょくちょく告知をしていましたけれども、スペシャルなゲストが来てくれています。シンガーソングライターのウェボーさんです。シンガーソングライターのウェボーです。よろしくお願いします。ウェボーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうでもね、ツイッターで僕結構言ってたからね、散々ね、はいはい、うん、あ、やっとかみたいな人も多いと思いますけれども、ねはい、声がめっちゃいい。あ、低音ボイスですもんね。そう、それが売り。いやー、なんかあれですよ、低いだけじゃないですよ、なんか。そう。なんかね、この大気に響いてるというか、よく通るというかね。かな。でもなんかね、そう、一枚通んない声だなみたいなこと言われることもあって。いや、通ってます、通ってるかね。曇ってるのに本当にね、どんより低気圧なのに通ってますじゃあちょっとディレクターからのお願いということで、はい、愛してるよとささやいて突然のはい、なんか急に今僕に指示が来まして、あれ俺のとこ届いてないよいい声で愛してるよと、せーの、はい。オールナイトニッポンモバイルのリスナーみんな、愛してるよ。さあやっていきたいと思います、はい、行ってみましょういい声っていうか、もう9割息でしたね大気だから。ちなみにウェボーさんの好きな女性アナウンサーは？ミトちゃん、三浦アナ。これでいこう。みんなね、みんな可愛いですもんねやっていきましょう今日もイエーイご存知の方もいると思いますけれども、ウェボーさんのご紹介をしておきましょう。まあどう紹介するって思って、まあでもシングシングシングのことかな。そうだね。僕がシングシングシングという、番組のセカンドシーズンに、うんうん、オーディション番組なんですけれども出ていて、ウェボーさんはサードシーズンですね。はい。で、お互い決勝に駒を進め、うんうん、トップ3となったウェボーさんでございます。うん、本当にね。うん、昨年11月にアルバム「グッドミュージックネーバーダイ」ウェボー、やべえ読めない、さあなんて読むんでしょうこれ。Early years。 ああ、合ってる合ってる。アーリーイヤーズベスト。アーリーイヤーズ、ちょっとアーリーの意味を教えてもらっていいですか？前の方とか早いとかそんな意味だから、まあまあまあ、そのあれですね、事務所に入って出したんですけど、このアルバムを。だから事務所に入る前にたくさん自主制作でアルバムを出してて、自分で勝手に。だからその分を要は活動前期の集大成みたいな感じで、はいはい、まあ、まだねメジャーデビューもしたいのにベストを出してしまうというですね。いやでもその強気なアルバムですよ。それだけでもその曲数もあるし、その CD にも入ってるっていうことで素晴らしいと本当に思います。グッドミュージックネバーダイ、いい曲はなくならないという、はい、このグッドミュージックネバーダイという曲もありますもんね。そうそう、それが1曲目で、はい、うん、ぜひ皆さん聴いてみてください。2人の今の関係とは、初対面の印象はということで、2人の今の関係どうなんですかね。でも、うん、初めて会ったのはツーマンライブですもんね。あれ去年のいつだったっけね。でも夏くらいだったっけ。夏にセブンスフロアという、そうだよね、渋谷のね、そう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 、とこで、ライブをして、うん、まあさあシングサードが終わった直後ぐらいだったんですかね。直後だったっけあれ、はいはい、終わったのがだって本当に去年の1月だったから、はい、1月6日に放送があって、それシング自体が終わっちゃったから、はいはいはい、この春先はあ4月だったな、確か4月終わった気がする。そうそうそう、でもちょくちょくそれ終わりでもあってはいましたよね。そうだね、それこそはいはい、この間ねゲストに来た宮本くんのね、はい、同じ事務所ですもんね。そう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 、はいはい、宮本くんと同じ事務所でどこかね。でそのまあ僕がミヤ兄のライブを見に行ったら、ウェボーさんがそのゲストとして出て、うん、あ裏でこうご挨拶をちょっとしたり、この間ウェボーさんの、ね、ライブにお邪魔させてもらったり、そうだね、来てもらったり、はいはい、して、まあ、ちょくちょく会ってたんでその、うん、まあ、あってはいるんですけど、まだまだちょっともっと仲良くなっていきたいなっていうのは僕の印象にはありますけどね。そうだね。いや、こちらこそこちらこそもちろん。よろしくお願いします。よろしくっす。はい、ゲスト恒例の企画です。ウェボーさんのことをもっと知るためにこちらに参りましょう。1分間ラリークエスチョン。はい、このようにですね、僕が1分間のね、ラリークエスチョンということで、はい、このラジオを聞いてる方はちょっと知ってるかもしれないんですけれども、うんうん、テニスのラリーがあるじゃないですか、はい、そのポン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 というテンポで、うんうん、ウェボーさんに僕が質問をしていきますので、うんうん、なるべくこう早くこうテンポいい感じでこうポンと答えていただいて、はい、後々その答えをこう解説していきますので、はいはい、とりあえず答えていただくということで、はいはい、それではじゃあやってみましょう。スタート。好きな匂いは？餃子。初恋はいつ？小6。相手の名前は？カリベさん。中学時代に夢中になった女性アイドルは？女性アイドル？井上和歌。東京オリンピックに出られるならどのスポーツがいい？アーチェリー。コーヒー派、紅茶派？コーヒー。これまでに一番ハマったドラマは？あれリーガルハイ。好きな水着の色は？黒。形は？ビキニ。なるほど。明日は1回目のデートです、はい、どこに行きましょう？品川。じゃあファーストキスはどんな味？おにぎり。じゃあこれ僕気になる。地球最後の日に聴きたい曲は？オラは死んじまったら。あれちげえな、曲名違うわそれ。まあいいや、わかるでしょ多分。映画館の席、カップルで来ました、はい、どこに座りますか？後方真ん中。自分に娘ができました、はい、名前をつけるなら何という名前をつける？ゆいちゃん。相手の好きな身長？160センチ。これはね、かの有名な僕がジョコビッチのモノマネをしている声なんですよ。誰もわかんないんですけど、もうまあいろいろ答えていただきましたね。テンポが本当すごい速くていっぱい答えてもらいました。本当にこれが宮本武さんにウェボーこれには注意しろって言われてきたやつですよ。いやでもね、これがいかに恐ろしいか。宮本武さんにはね、もっと好きなカップ数はないとか聞いてたんですけど、じゃあウェボーさんこれから僕探っていこうかなと思って。やってくださいやってください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。好きな匂いは、これがちょっと僕よくわかんないですね。餃子って何なんですかね。本当に直感勝負でしかなかったから。まあそうですね、食べたいんじゃない今多分。例えば相手の口から餃子。やだ、それは嫌ですね。それは嫌ですね。単に今嗅ぎたい匂いだったのかもしれない、はい、でカリベさんっていうのは、うん、初恋の相手。小6、4ですよね。小4、あ、でも小4だったらね、今、小6で初めてバレンタインのチョコもらった相手だった、狩部さんは。初めて、あ、好きと思ったのは、転校生の松本さんだった、小4の時の。え、でもその、チョコをもらって気になりだしたというか、狩部さんが。狩部さんは、そうそう、なんか、お互い憎からず思ってて、はいはい、小6の時にバレンタインもらって、それっきり。バレンタインもらったことあります？僕ないですよ、小6。いや、あるでしょ。ないです、ないです。いやいやいや。いや、もう本当幼なじみのこの情けないこの全然あるじゃん。その板チョコを溶かして作ることもせず、板チョコのままもらってました。こうやって本当に。僕初恋の人とか僕覚えてないっすね。いや、初恋っていうか、でも俺松本さんの方はすげえ小悪魔だった覚えあるよ、すごい。それは小4。4で？それ小4の方。小4の小悪魔転校生だったんよ。そんで隣の席になって、なんかさ、小学生なりにやっぱさ、小学生になって特に女の子の方が全然成長が早いから、中身のさ、ね、うん、どんどん大人見てくじゃん。でだから爪とかになんかキラキラしたシールとか、そのなんていうの、グリスが固まるみたいな、はいはい、でなんかシールっぽくなるみたいのをつけてきてて、はいはい、あ、なんか面白いもんつけてるねみたいな話をしたら、はい、これが食べられるんだよみたいな、食べられる、なんかその爪につける海苔みたいなやつなんだよみたいな、そんなもんあんだって言ったら、食べてみるって言われた。爪を、その爪についてそれをね、食べてみるって言われた。うわー、超ドキドキしたね。それは食べたんですか、結局。いや、そんなことを当時の僕はできなかった。まあできないっすよね、うん、普通ね。今飲みながらだったら確実にやってるね。絶対やる。飲みながら大事です。飲みながらすごい大事です、うん、飲みながらじゃないと、シラフでそんなこと言ってくる大人信用しないから、俺もう指くわえちゃうと思います、僕も。ペロペロだね。はい、次。あかんかん、なんか怒られそうな気がする。1回目のデート、品川ということで、品川のどこに行くんですか？品川、でも品川の映画館綺麗じゃない？僕品川とかね、あんま行かない。品川、はい、なんだっけ、IMAX だっけ、なんだっけ、すげえ音響良くて映像バーンみたいなやつ。へ、映画館が、うん、がすごい良かった思い出があるな。なんかでも落ち着いてるイメージありますもんね。落ち着いてるし、はい、まあこじゃれてるしさ、飯も食いやすいから、ね、品川いいなって思って。新幹線も止まるし、ね、まあその都会のおしゃれがいいですからね。そうだね。で、地球最後の日に聞きたいっす。曲が帰ってきた、何でしたっけ、これの曲名。帰ってきた酔っ払いだ。そう。なんすか帰ってきた酔っ払いって。なんかほらこう変声機使ったみたいな声でさ、俺は死んじまったねみたいなの聞いたことない？俺は死んじまった。ない。天国へ行ったね、天国へ行った一度おいで、酒はうまいしねえちゃうけりだ。知らない？ない。必修科目。そんな声僕初めての中しか知らない。そうああいう、ね、ああいう感じでですね、ボイスチェンジャーで「俺は死んじまったら」で天国行って「俺が死んだのは酔っ払い運転でどうたらこうたら」みたいな。そうマジ？確かでもその天国がいいとこすぎて大暴れしすぎて返されるみたいな筋書きだった気がする。でもそれを聞きたいんですもんね。いや、あんくらいさファニーな方がさよくない？この間来た宮本武久は何だった？俺の曲かなってバカじゃないの本当に。僕も、うん、分からんわ宮にその気持ちはって言ってましたけど。僕なんだよ、僕ライドオンタイムって言ったかな。はい、達郎さん。お、いいね。なんでそんなおしゃれな、これから人生始まっちゃうじゃん。いや、ちょっと隕石降ってきて、その隕石見ながらちょっとライドオンタイム歌って死んでやろうかなって思って、ライドオンタイムバンで終わったも、それが人生の本望かなって。なるほどなるほど。まあそんな感じでいろいろ聞きましたけれども、はい、ファーストキスおにぎり。いや、完全にそれも思い浮かんだから、おにぎり。俺今お腹減ってんのかもしれない。いや、お腹減ってるんでしょ。お腹減ってるんでしょうね。餃子とおにぎり、ね、餃子とおにぎり、ね、米と餃子ね。そうだよ。いや、なんかファーストキスでしょ、はい、なんかすげえ、その今聞かれた時にさキューンって脳が回ったんだけどさ、どうせ中学生とか高校生でさ、うん、中学生なんてどうせおにぎり食ってるよと思っておにぎりって言ったんだけどさ、レモンとかいうのもつまんないしさ。そうですね、甘酸っぱいね、甘酸っぱい味ね。ファーストキスの味とかないからね、ほとんどね。まあね、ないですよ。無味、緊張でぶっちゅうなんてしないから、やっぱしないね。唇はポンで「あー!」ってなってるだけですから、やっぱそのね、味なんてないんです、ファーストキスに。それがね、甘酸っぱいというか、雰囲気が甘酸っぱいだけで。まあそんな感じでいろいろ聞いていきましたけれども、まあこれが聞きたいんですけれども、はい、なぜ音楽をやることになったのかという。なぜ音楽をやることになったのか。はい。なるほど。まあそのサークルとかには入っていたんですけど、はい、音楽サークルにね。でもなんかね、まあ当時だから大学3年生で行ったんよ。1ヶ月ボストン、はいはい、夏休みに行ったんだけど、はいはいはい、まあ大学3年生っていうと結構もう就活セミナーとか始まるんだよね。そうですね。そうそう。でまああんまりさ行ってもピンとこなくて、はいはい、まあピンとこないなりになんかその OB の先輩に会ったりしてさ、こういう風に進んでいくのかなと思って、なんだかなって思いながら、まあ1ヶ月ボストンに行って、まあせっかく本場で見れるんだからって言って、なんか好きなギタリストがちっちゃいところでライブやるっていうから見に行ったんよ。はは。そうそう。そしたらそれがすごく良くて、はいはいはい、なんかうわーって感動してたら、なんかその時にふって冷静になって、なんかこの人これ世界中旅して、なんか奥さんとか子供とか家とかあるんだよなと思って、はあはあ、これ食えたらそりゃ最高じゃんと思って、そっからきっかけでっていうところなんだけど、まあでもなんだろう、今や本当にさ音楽大好きだし、はい、もう音楽でやる気はない、売れたいと思ってるけど、当時はなんだろう、逃げも何%か絶対あったと思うしね。そのしかもなんか全く興味なかったんですよね、中学校ぐらい、ね、そう中2くらいまで全然興味なくて、音楽だ、ギター始めて音楽興味持った。ギターやってなかったらこんなに聴いてないと思う。そうそうそう。珍しいですよね。でもそれね、そうだね、なんかがめっちゃ好きで真似したくてギターとかじゃなくて、うん、ギター始めてみてだんだん聴いていくうちに好きになっていったみたいな。ギター弾いて歌ってみたら歌もうまくてっていうことですかね。いやいやいや、で頭もよく練習しましたよ。僕なんてもうギターこないだですからね、始めた。いやうまいじゃん。でもめっちゃ特訓してるでしょ。もう頑張ってますけど ね。ウェボーさんでもイメージすごいギターのイメージもやっぱあるから、ギター大好き、ギターね、ぜひね、僕も勝手にウェボーさんのお宅にお邪魔しに行って習おうかなとちょっと思ってるぐらい、本当にぜひぜひお願いします。おいで。そして、なんか、ライブのお知らせなどもよかったら、うんうんうん、あ、いいんですか。はい、全然全然なんぼでも言ってください。じゃあもうこれ6月なんですけどね、6月の17日、はい、土曜日にね、代官山駅からすぐの晴れたら空に豆まいて、はいはい、通常晴れ豆っていうところで、アコースティックワンマン、その名もアジサイの涙っていうタイトルでやります、はい、まあこのアジサイだからね、まあ、6月ぴったりの花だし、これにちなんだ新曲とかもお届けしつつですね、いい感じに山あり谷ありファンキーありバラードありっていう感じでお届けしようと思ってますんで、まあ、ライブ自体は6時半から始まります、はい、チケット3000円で、まあ、チケットどう買うのとか他にどんな情報あるのっていうのは、ぜひ UEBO ウェボーで検索したら、ウェブも出てきますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。この間僕がねお邪魔させていただいたのもアコースティックライブでした、ね、アコースティックライブだったね。あれは月見るか、はい、外苑前でやったやつだ。でもアコースティックライブなので、そのギターのボキャブラリーがね、本当に、うん、ウェボさんは本当に多彩なんで、全然ね、その前のアコースティックワンマン行った人も全然多分違う色のアコースティックワンマンが見れると思うのでね、うん、まさに、はい、僕も暇だったらお伺いますので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、うん。この後、恒例の生歌コーナーにも、ウェボさん出てもらおうと思います。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。いつも番組の最後に生歌を歌っておりますが、今日はウェボーさんと一緒に歌います、セッションしようということなんですけれども、うん、はい、ギターはもちろんウェボーさんに弾いてもらう喜んで、これはね、もう本当にもうこの曲を選んだ時からもウェボーさん弾いてくださいというお願いをしたんですけれども、これはもちろんもう、まあ、さっき曲名言っちゃうと、うん、福山雅治さんのミルクティーという曲なんですけれども、どうですか、この印象の。いやー甘いよねっていうか、よくこんな歌詞書けるよなっていう、よくっていうのは本当に、うん、具体的に女の人想像してんのかね、なんかこういうちょっと引っ込み思案なみたいなさ。でもなんかその短すぎもしないですもんね、うん、共感できるというか、ちゃんといやいい歌詞だし、いいメロディーだし、やっぱウェボーさんと同じく福山さんも低音が魅力じゃないですか。もう俺と同じくっていうか、福山さんと同じく俺もくらいにしてる恐れ多いよねもう。いやだからさ、はい、ま、ちょっとモノマネみたいになっちゃうよね、たまにね、恥ずかしいんだけど、はい、でそんなその低音にね魅力があるウェボーさんにぴったりだなと思って、僕この曲選ばせていただいたので、ありがとう、はい、一緒に歌いましょう、はい、ミルクティー。のに言えないんだろう。ありがとう本当はね、いつでも思ってる。口下手なとこ背が高いとこ嫌いじゃないかな。好きになってくれるかな。愛したいあなたに会いたい、今この胸の奥で叫んでるよ。愛される明日を夢見る、もうこの心全部あなたのもの、あなただけのもの。バカだな笑ってたまに叱ってくれる。頑張れ本気でね、励ましてくれる。私悲しい恋をしてたこと知っているから、あなた優しくするのかな。でも大好きよあなたに会いたい、また眠れぬ夜の終わらない祈り。おしゃべりしたり手をつないだり、今夜夢で会えたら嬉しすぎて泣いてしまうかも。同じバス停、雨の坂道一つの傘でもらったミルクティー、教えてくれた歌、そのすべてが温かくて、愛したいあなたに会いたい、今この胸の奥で叫んでるよ。愛される明日を夢見る、もうこの心全部あなたのもの、あなただけのもの。はい、ありがとうございました。聞いていただきましたミルクティーでございました。はい、もう何も言わずとも聞いてるリスナーの方もキュンキュンしてるんじゃないかなと。だといいですね。いいですね。僕も歌ったので、僕の声でもね、こう、あ、こんなミルクティーがあるんだと思っていただければなと思います。そして来週もウェボーさんと一緒にお送りしますということで、来ていただけるということですね。もちろんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来週はね、ちょっとバンバン攻めようと思ってます。僕来ちゃうの？はい。ちょっとカップ数とか聞こうかなと。待ってます。思ってますので。とにかく今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。中谷英心のオールナイトニッポンモバイル。悲しくて悲しくて第62回目終わりの時間です。はい、ウェボさんが、ゲストとして来てくださいましたけれども、来週も、来てくれます。皆さん安心してください。2回もね、来てくれますので、しかも次も、ちゃんと2人でセッションを、しようと思ってますので、曲もね期待しててもらったなと思います。そして僕はもう次回はぐいぐいトークを攻めていこうかなとちょっと思っておりますので、はい、皆さん楽しみにしてください。そして僕もお知らせがございます。音楽劇的屋曲という舞台がですね、7月7から、7月29文化村シアターコクーンにて、あります。ぜひ来てください。そして公式モバイルファンクラブもあります。アイシングユーシングホームページをチェックしてください。そして番組にメッセージをください。受付メールアドレスはyuushin@allnightnippon.com、yuushin@allnightnippon.com。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組は毎週水曜日に更新されます。次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ウェイボーさんも来ますよ。ぜひ楽しみに。中谷英心でした。バイバイ。ビルの風吹き下ろす街から歌のプレゼント、父の日なんて今まで気にしたことなくてごめんね。